前回のあらすじ。夜遅い時間から、今回の鉄道旅をスタートさせたウプ主。関東に行くというのに、なぜか普通電車で、二駅先の藤波駅で降りてしまった。藤波から廃地に、地域往復で走っている、深夜バスに乗車。座席が倒せなかったため、ほとんど寝ずに目的地に着いてしまったのだった。横浜シティエアターミナルから歩いて5分、横浜駅にやってきました。早速フリー切符を2枚買ってきましたので紹介します。まず紹介するのは JR 東日本から土曜休日のみ発売される休日お出かけパスです。この切符、 JR 東日本管内で切符に書かれている範囲外地に地乗り放題の切符です。料金は2250円とかなり安く、さらに追加で指定席券やグリーン券を買うと特急や新幹線、東海道線などに連結されているグリーン車自由席にも乗れちゃいます。まるで数年前まで JR 西日本で発売されていた関西ワンデイパスに似てますね。今回はこの切符を中心に朝から晩まで電車乗り倒していきたいと思います。そしてもう一つ買ったのがこちら、プリキュアバージョンの港未来線1日乗車券です。この切符は横浜から元町中華街までを結んでいる港未来線が1日乗り放題の切符です。ちなみに港未来線は駅の数が6つとかなり少ないですが、今回ホテルを取った場所が港未来線沿線にあるということと、女の子に大人げのアニメプリキュアが港未来線がコラボしたということで、この切符を買うことにしました。ちなみにこの切符ですが、使うのは今日か明日のどちらかで迷っています。というのも、プリキュアと港未来線のコラボはこれだけでなく、電車と港未来駅の改札機もプリキュア仕様になってるらしいんですよね。幸いなことに港未来駅の改札機はホテルの近くの駅なので夜でも見に行けますが、ラッピング電車の方は走るかどうかは運用次第なので、その運用を見てこの切符を使うかどうかは決めることにします。それでは早速、休日お出かけパスを使って鉄道旅始めていきましょう。まず最初に乗るのは京浜東北線です。これに乗って鶴見線との乗り換え駅、鶴見を目指します。次の東神奈川駅では横浜には行かない横浜線の電車と同時発車しました。横浜線はほとんどがこの駅始発ですが、一部の電車は京浜東北線に乗り入れるので一応横浜駅でも横浜線の電車は見れます。ということで鶴見駅で鶴見線に乗り換えました。残念ながら乗り換え時間がたったの3分しかなかったので、鶴見駅に停まっている205系は取れませんでしたが、なんとか鶴見駅始発の電車に乗れました。ということでここからは首都圏の中のローカル線ともいえる鶴見線を全線走破します。まずはこの電車の終点でもある扇町駅を目指しました。実はこの鶴見線、本線以外にも2つの支線があります。今回はこの二つの支線にも乗るのですが、本数がかなり少ないんですよね。特に大川支線の方は休日だと3本しかなく、そのうちの2本は朝という乗車難易度がめちゃくちゃ高い路線です。他の海芝浦支線や本線の扇町行きの電車も大川支線よりかは本数がありますが、それでも1時間に1本程度なのでかなり乗車難易度は高いですね。ということで、折り返しまであまり時間がありませんが、一旦改札の外に出てきました。結構こじんまりしているんですね。もう少しここにいてもよかったのですが、先ほども言ったように鶴見線は本数がかなり少なく、今止まっている電車に置いていかれると次の電車が約1時間後になるので、そろそろホームに戻ります。ということでホームに戻ってきましたので、鶴見駅から乗ってきた鶴見線の205系に乗って途中の弁天橋まで戻ります。ちなみにこの205系はもともと中間車だったのを先頭車に改造した車両です。中間車を先頭車に改造といえば、古いものは末永く大切に使いましょう計画をずっとしてきている JR 西日本が有名ですが、まさか東日本に置いてたのはびっくりでした。多視覚派の1両はもともと埼京線の車両、モーター車の2両はもともと山手線の車両だったんだそうです。ということでホームに戻ってきましたので、鶴見駅から乗ってきた鶴見線の205系に乗って途中の弁天橋まで戻ります。ちなみにこの205系はもともと中間車だったのを先頭車に改造した車両です。中間車を先頭車に改造する匠といえば JR 西日本が有名ですが、まさか JR 東日本にもいてたのはびっくりでした。多視覚派の1両はもともと埼京線の車両を、
モーター車の2両はもともと山手線の車両だったんだそうです。そんな205系ですが、残念かながら新型車両 E131 系に置き換わることが決定しました。確か本数もそんなに残ってなかったので、正直当たるかどうかわかりませんでしたが、まさかの一発目に当たったのは予想外でした。ということで、弁天橋駅まで戻ってきました。本当はもう少し鶴見寄りまで戻るつもりでしたが、あまり戻ると乗る予定の海芝浦駅に乗れないので、今回はここで降りることにしました。ということで、待つこと10分、やってきました。海芝浦支線直通の海芝浦駅、今回は新型車両 E131 系でした。しかもトップナンバーの新星が来たので、まさに世代交代と言ってもいいですね。海芝浦駅まではカット。この駅は説明しなくてもいいほど有名な駅です。私も前々からずっと行ってみたいと思っていたのですが、なかなか来ることができず、今回やっとこの駅に来ることができました。一応説明しておきますと、この駅は東芝グループの会社の敷地内にあることから、ここで働く人またはその関係者でしか改札の外には出ることができません。もちろん一般車を使って来ることもできないため、都会の中の非常駅とも言えるでしょう。ただ、この駅はホームと隣接している海芝浦公園のみ一般客が立ち入ることが許されています。また、この駅からは海と京浜工業地帯が一望できることから、関東の駅100選にも認定されています。そのため、テレビや雑誌などでも取り上げられているほど有名な駅となっています。一番いい時間は昼から夜にかけてらしく、特に夕方にここに来るとかなり綺麗な写真が撮れるんだそうです。今回は時間の都合上、早朝に来ましたが、それでもかなり綺麗な写真は撮れました。しかもこの時間の電車のみこの駅での折り返し時間が約15分と、そこそこ長いので、ホームだけで過ごすのであればちょうどいいですね。特に夏はこの時間がかなりいいかもしれません。ということで、海芝浦駅で約15分ほど滞在した後、乗ってきた E131 系に乗って、さっき撮れなかった鶴見駅まで戻ります。車内が混んでいたので、鶴見駅まではカット。ここから大川支線に乗って、この路線、いや、首都圏の鉄道路線で最も行きにくい駅、大川駅を目指します。とここで、皆さんが疑問に思っていることを答えることにしましょう。大川支線に乗るのになんで鶴見駅まで戻ってきてるのか？確かに、大川支線に乗るにあったら途中の浅野駅で降りるべきなんです。しかし次に乗る大川駅の電車は、私が海芝浦から乗った E131 系のトップナンバーの編成なんですよね。つまり、同じ電車に乗るにあったら、途中の駅で降りて寒いホームで待つよりも、あったかい電車に乗ってる方がいいと思い、鶴見駅まで戻ることにしました。ちなみに、普通の乗車券や IC カードでこれをやってしまうと、即人生のゲームオーバーになってしまいますが、今回はフリー切符という、無敵スター切符を持っているので、折り返し乗車してでも問題ありません。お車内の使用といたしまして、今、本日の定期便の駅所としのため停止いたしました。定期に安全確認のため、今後、進めをご待ちください。ということで、途中で緊急停止というアクシデントがありましたが、なんとか、大川支線の終点、大川駅まで来ることができました。ちなみに緊急停止の理由は、踏切内に人が取り残されたらしく、それによる非常ボタンが押されたから、なんだそうです。幸いなことに2分ほどの遅延で済みました。それではこの駅の特徴でもある時刻表を見てみましょう。見ての通りこの駅は、近くにある工場や会社に向かう人たちを中心に走っているということで、朝と夜が中心のダイヤとなっています。しかも平日はそこそこ本数ありますが、土休日に至ってはたったの3本のみとかなり少ないです。こんな感じで近くにある工場や会社に行く人たちを運ぶ目的で運転されている路線は、他にも名古屋の名鉄直行線や、兵庫の JR 和田岬線があります。今回、藤波駅から乗った高速バスが横浜に朝の5時半に着いたことでこの路線に乗ることができましたが、サンライズに乗った場合だと、遅延しないという条件がクリアできれば乗れるくらいかなりヤバい工程でした。それでは再びこの電車に乗って、今度は朝の駅を目指します。電車は間もなく武蔵白石駅を通過します。
実はこの大川支線の本来の分岐駅はこの武蔵白石駅なんですが、もともとあったホームが急カーブのところにあった関係で、大川支線の電車は全て通過するようになりました。そのため分岐駅も隣の安全駅になりました。はい。ということで休日は3本限定の大川支線の電車に乗って、さっき海芝浦支線と分岐した浅野駅まで戻ってきました。ちなみにこの浅野駅は海芝浦支線と鶴見線が分岐する駅なんですが、大川支線の武蔵白石駅と同様、駅の手前で分岐します。しかし、こっちは急カーブではないため、ホームがあります。そんな浅野駅から乗るのは鶴見線 E131 系の扇町行き。何？また扇町駅に戻るのかって？いいえ違います。次に向かうのは浜川崎駅です。ということで浜川崎駅に到着。ここで南武線に乗り換えます。実は南武線も鶴見線と同様、立川と川崎を結ぶ本線と浜川崎駅から知って駅を結ぶ支線があります。そのため立川から川崎間は南武線、知ってから浜川崎間は南武支線と呼ばれています。そしてこの浜川崎駅ですが、同じ JR の駅なのに駅舎が全く違うという、なかなか面白い構造をしています。またこの鶴見線も南武支線も大回り乗車の範囲内になっているため、JR の大回りでは唯一駅の外に出ての乗り換えとなっています。そんな南武支線ですが、205系1本と新潟で越後ときめき鉄道に譲り渡されなかった E127 系の2編成が活躍しています。今回は奇跡的に205系に当たりました。てか首都圏で唯一残ってる205系ってこいつだけよな。この南武支線の電車は全て知って駅と浜川崎駅の間をピストン運転しています。編成も2両編成と首都圏とは思えない短さです。日中は1編成のみが運用についてますが、超ラッシュのみ2編成で走ります。撮影時間もちょうど朝ラッシュの時間だったので、途中駅で E127 系の浜川崎駅とすれ違いました。ということで終点の知って駅に到着。結構混んでいたので知って駅での乗り換え映像は撮れませんでしたが、ここからは南武線に乗って川崎駅を目指しました。実は鶴見線に引きこもっている際、みなとみらい線の運用を検索していたら、なんとお目当てのプリキュア仕様の電車が今日は運用についていることが判明。そのため、本来なら知ってから武蔵小杉駅まで向かい、そこから横須賀線で東京に向かう予定でしたが、予定を変更して川崎まで来ました。ここからは東海道線に乗って、横浜まで行きます。